ポール・エドワード・ゴールド・シュミットは、アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称は、ゴールディー。テキサス州、ザ・ウッドランズのザ・ウッドランズ高等学校では、カイル・ドレーベックとチームメイトだった。同校を卒業する2006年の MLB ドラフトでは、 ドレーベックがフィラデルフィアフィリーズからの1巡目指名でプロ入りしたのに、対しゴールドシュットはロサンゼルスドジャースから49巡目という低い順位での指名となり、契約せずテキサス州立大学サンマルコス校へ進学する。大学1年目の2007年は37試合で本塁打は1本のみであったが、翌2008年から長打力が開花し、 同年は57試合で17本塁打、2009年も同じ試合数で18本塁打を放つ。また、相手チームが彼と無理に勝負しないようになったため、支球数も増えた。この結果、3年間での通算36本塁打、110、死球はいずれもチーム記録を更新、さらに二塁打と打点でも、新記録を打ち立てた。野球だけでなく学業でも金融を先行して、 優秀な成績を残しており、入学以来全セメスターで優等生名簿に名前が掲載されている。アリゾナダイヤモンドバックス時代2009年6月に行われた MLB ドラフト8巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、6月14日に契約。大学時代の高成績にもかかわらず、指名順位が8巡目と低くなったのは、 バットスイングの大きさや守備での動きのぎこちなさから、打球団スカウトが彼を数字ほどは評価しなかったことによる。ただその中で唯一、彼に高校の頃から注目していたダイヤモンドバックスのスカウトのトリップカウチはもっと高い順位で指名されてもおかしくないと考えていた。当のゴールドシュミット本人は8巡目ってかなり高順位だからね。 ダイヤモンドバックスが僕に期待してくれてて嬉しいよと話している。契約後にマイナーリーグのルーキー級、水浦オスプレイでプロデビューし、74試合で打率。334.18本塁打、62打点、オプス1.045という成績を残した。2010年は A 級バイセイディアローハイドで1シーズンを過ごし、138試合で打率。 314.35本塁が108打点、オプス995記録。シーズン終了後にはカリフォルニアリーグの MVP と新人王を受賞した。ただ同リーグは打者有利な球場が多いため数字が高めになったのではという怪奇的な声も一部にあり、ジャロットパーカーら球団内の他の有望株と比べると注目度は低かった。2011年は A 級。 モービルベイベアーズへ昇格し、開幕戦での2本塁打を皮切りに、ここでも長打力を発揮。6月8日には20本塁打に、7月26日には30本塁打に、それぞれマイナーリーグ全体を通じて最速で到達する。同月10日に開催された、マイナーリーグの同年のオールスターフューチャーズゲームにも選出された。ダイヤモンドバックス GM のケビンタワーズは、 人々も彼は、まぐれなんかじゃないと考えるようになってきたと述べている。AA 級モービルで7月終了まで103試合に出場し打率306、30本塁打、94打点、オプス1.061という成績を上げたゴールドシュミットは8月1日にトリプル A 級リの A シズを飛ばしてメジャーへの昇格を果たす。 ダイヤモンドバックスはこの時点で59勝49敗のナショナルリーグ西地区2位につけていたが、一塁種は固定できていなかった。フアーン・ミランダやゼイビア・ネーディラは期待外れの成績に終始し、7月中旬から起用し始めたブランド・ン・ーレンは、救援投手人強化のため31日にブラッド・ジーグラートのトレードで放出している。2011年8月1日、 メジャーへ昇格したゴールドシュミットは即同地区首位サンフランシスコジャイアンツとの直接対決に7番一塁手で先発出場。翌日8月2日の試合でティムリンスカムからメジャー第1号となる2点本塁打を放つとこれが決勝点となってダイヤモンドバックスはジャイアンツに勝利し同率の地区首位に浮上した。チームはその後一旦は2位に戻るも8月10日に 再び地区首位となると、以降はその座を譲らず、ゴールドシュミットは一塁に定着し、17日には、クリフリー、25日には、タイラー・クリッパード、9月3日には再び、リンスカム、とこの年のオールスターに選出された投手たちに、本塁打を浴びせていった。そして23日のジャイアンツ戦で、同点の8回裏に、ゴールドシュミットが、決勝の2.3塁打を放ち、 この試合に勝ったチームは4年ぶりの地区優勝、ポストシーズン進出を決めた。メジャー1年目の成績は打率。250.8本塁打、26打点、オプス808で、打率をマイナー時代の3割台から落とした。ポストシーズンでダイヤモンドバックスはミルウォーキーブルワーズと地区シリーズで対戦。第一戦ではチームが経験を考慮して、 ベテランのライル・オーバー・ベイを一塁手に起用したため、ゴールド・シュミットは欠場した。この試合を1から4で落とし、オーバー・ベイが3打数無安打と抑え込まれると、第2戦からは、ゴールド・シュミットが先発することに。すると、第2戦ではザック・グレイン・キーから、初打席で、ソロ本塁打。第3戦では、ショーン・マーカムから敵時だと、満塁本塁打で小打点。 第4戦では5打席4出塁で2得点、とチームの期待に応える活躍を見せた。しかし2勝2敗で迎えた、最終第5戦では、自身は2安打を放ったが得点には繋がらず、チーム延長戦の末に敗れて、シリーズに敗退しシーズン終了となったが、ゴールドシミット自身はこのシリーズ通算で打率。438、日本塁打、6打点。 一投類オプス1.339と活躍した。2012年は、小一塁一種に定着して145試合に出場。打率、286、20本塁打、82打点をマークした。また、43二塁打、9技飛だった。2013年3月2日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意し、3月29日に、 総額3200万ドルの5年契約を結んだ。7月にはオールスターゲームに初選出された。この年は引き続き一塁のレギュラーとして160試合に出場。打率302、36本塁打、125打点という成績をマークし、本塁打王と打点王のタイトルを獲得した。本塁打と打点以外では、超打率、塁打数、敬遠の 各部門でリーグ1位となり他の多くの打撃部門でも上位につけるなど飛躍のシーズンとなった MVP の投票ではアンドリュー・マカッチェンに次ぐ2位だった2014年は前半戦で95試合に出場し16本類が61打点打率308と活躍しオールスターゲームファン投票1類主部門で最多得票数を獲得し2年連続で オールスターに選出された。8月1日のパイレーツ戦でエルネスト・フリエリの投球を受けて、左手を骨折し、翌2日に15日間の故障者リスト入りした。この故障により、規定打席到達を逃し、本塁打や打点も減少した。2015年は前半だけで打率、340、21本塁打、70打点を記録し、3年連続で、 オールスターゲームに選出された。最終的に159試合に出場し、打撃タイトルこそ逃したものの、打率、321、33本塁打、110打点と、いずれの項目でもランキング上位に食い込む活躍を見せた。その、相手から勝負を避けられ、リーグ最多の29経遠を記録。出塁率、435及び118支球は、 ルイス・ゴンザレスが保持していた球団記録を更新した。投類は初めて20を超え、本類だと投類の両方の水準も算出するパワー、スピードナンバーではリーグ2位であった。守備では、守備率997、守備防御点プラス18を記録。MVP の投票では、ブライス・ハーパーに次ぐ2位で、2013年に続いて、 ゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を同時受賞した。2016年は158試合に出場。打率297、24本塁が95打点とさっきより悪化したが114球はリーグトップだった。また、投塁数は自己最多の32を記録した。オフの12月29日に第4回ワールドベースボールクラシックの アメリカ合衆国代表への参加の意思を表明した。2017年はシーズン開幕前の2月9日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では小一塁手はエリック・ホズマーだったため出場機会は限られ5試合で打率077だった。アメリカ合衆国は3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、 初の優勝を果たした。シーズンでは9月13日のロッキーズ戦で通算セムアンダーを達成した。打率297、36本塁が120打点を残し、MVP の投票ではジャンカルロスタントン、上位ボットに次ぐ3位だった2018年は打率290、33本塁が83打点を残し、 MVP の投票では6位だった。通算記録では、アンダや、本類打や打点などで、ルイス・ゴンザレスの持つ、球団記録まで、あとわずかに迫った。自身4度目となる30本類打を達成し、4度目となる、シルバースラッガー賞を受賞した。ナリーグの一類種部門では、トット・ヘルトン、アルバート・プホルスに並び、ポジション別最多体受賞となった。 2018年12月5日に、ルーク・ウィーバー、カーソン・ケリー、アンディ・ヤングとのトレードで、セントルイス・カージナルスへ移籍した。2019年3月21日に2020年シーズンから、球団史上最高額となる5年総額1億3000万ドルで、契約延長したことが発表された。オプションとして、MVP をはじめとする表彰等の出来高が含まれる。移籍1年目は、 自己最多となる161試合に出場し、打率26 2 6 2に止まるも3年連続で30本塁打以上となる34本塁が97打点、出塁率346を記録し4年ぶりとなる地区優勝に大きく貢献した2020年は試合数の減少もある中で全60試合中58試合に出場し、打率304 6本類打、21打点、出塁率、417を記録し、5年ぶりに打率3割を達成した。ゴールドシュミットという姓は、ユダヤ系によく見られる姓であり、父方からユダヤ系の血を引くが、彼はクリスチャンであるので、ユダヤ人とはみなされない。ありがとうございます。